もの、うん、にかかわらずこう、うん、あらゆる局面でね、うん、自分を責めるような減点するような思考法っていうのが習い性になってるっていう自分に気づくってことなのかなと。するのは得意ですよ物、はいうん、をため込むの,のと、はい、で自分を減点法で見るっていうのは私たちは。はい 誰でも自然にできるみたいなで、ね、<laughs> でも考えてみたらね本当自己否定して、うん、自分を傷つけたところで、うん、ますます自分へのダメージをね、うん、深くしてるんだってことはまあ本当に客観的にというか、うん、俯瞰的に考えればそうなんですよね、うん、先生がその断捨離に推奨してることっていうのが「加点法」っていうやつですね。 でどう思いますこの「加点法」と「ポジティブシンキング」の違いってどう思います <laughs> 似てるは似てるんだと、うん、似てるように見えるというか、うんうん、そうですねポジティブシンキング私はなんかその「加点法」ってこう賢いアホになるっていう感覚どうしてもこうダメな方ダメな方ばっかり見ちゃうから、うん、そうじゃなくて「いやできたじゃん」 頑張れみたいな結局ね私も考えたんですよねこの加点法とポジティブシンキングの違いって何かって言ったら加点法っていうのはまだまだね断捨離すべきところはいっぱい残ってるけど、はい、お財布一つできたよねうん、うん、お財布しかできなかったではなく、はい、お財布一つできた,できたそれから引き出し一個しかできなかったんじゃなくて、うん、引き出し一個 できたと、はい、自分がしてきたことをね評価するのが勝手の方ですよね、うん、ポジティブシンクルっていうのは何かって言うとね、うんうん、まだ何もやってないのそう思わないあるいはアファメーションもお財布もしていない <laughs> 引き出しもしていないでもしていないくせにあもう積極的にね考えていきましょうって言ってるだけだとしたら<ー>できた実績に対して 加点的に評価してるのとる、ね、全くできてもいないにもかわらず、はい、まあこれもね積極的に考えればえこういう意味があるからっていう、うん、していないことに対してポジティブな評価を与えようとしてたら、うん、全くそれは違うあで なるほど。ちゃんとしたことに対して、こう正正当なというか、きちんと評価していくっていうのが加点法。ポジティブシンクはしてないもかかわらず、すり替えほこしいつかできるできるか。そう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 。いう感じですかね。あるいは神社に頼みに行こうみたいな。私の部屋が綺麗になりますように。そこまでは言わないけどね。うん、そう。そんなその差はあるんだなと思っだから実態があるかないかみたいなね。 その差はうか、うん、まあその私もそうなんですけど、うん、片付けにね深く悩んでいる、うん、人っていうのは、うん、まあ生きてきたね何十年っていう経験の中で。うんうん こう中にはこう心理学的にはトラウマって呼ばれてしまうようなものを抱えてる人っていうのも少なくないかなとさっきの保冷剤の女性もそうだと思うんですが、うんねうん、繰り返し繰り返しそういう、ねはい、あの小さな言葉でねんか自分はダメだっていうような思いっていうのが、うんうん、どうしてもその自己否定とその,その感情がね、うん、ひっついてしまって。うん 取るにに足らないものに自己投影したりとかするんだと思うんですけども私たちってこうごく一般的な学校教育を受けてきていれば、うん、どうしてもその100点が理想なわけで,で,、ねうん、で通信簿5がいいし優等生いい子であるべしというところがやっぱりあって、うん、でそこからこうどうしてもあできなかったな90点だあできなかったな80点で、うん、ま,まあでもまだマシかぐらいの、うん、でも100点が理想だよねみたいな。うん 逆転取れない自分はやっぱダメなんじゃないかとかっていうような発想にどうしてもなりがちなんだなと思うんですけど、うん、まあそこにきてやっぱ「加点法」っていうのはなんかすごいパラダイムシフトっていうかう結構単純なことなんだけど、うん、意外とそれそうやって意識するとすごい発想だなって私は思うんですよ <laughs> 本当に、うん。この断捨離に出会って 結構目からうろこだった一つなんですよね。加点法っていうのはね。だからそう加点法って言うとちょっとこう硬い言葉に聞こえるかもしれないけれども、だか私はその自分でできる癒しだなって思うところがありますね。なんか柔らかい言葉で言うなら、まあまあええやんよくやったやんかみたいなあのね、ねぎらいともてなしなんですよね。あのお財布一つできたことにをねぎらって、ねぎらったからこそ ねうん、あこれでいいんださあ続けていこうっていうね、うん、その気持ちにつながるんだと思うんですよね。個できたことに対ししてで、うん、ねぎらしでそれからそういうことを繰り返していくことが自分をもてなしていくね、うん、自分で自分をもてなしていくっていうところですよね。んか本当にできなかったっていう自分を責める自己評価癖っていうのがナレーションになってるからうん、うん、まあ本当に目標からの逆算思考だって 他との比較だったりもしますよね目標設定からの逆算でねまだできてない部分をね見ちゃうんですね確かにね。でそこにもう本当に他者が絡んできたらね比べまあ比べるなって言われても私たち比べちゃうもんだからねそこからの脱出ですよね。前に先生が本のの中で確かそ 社会っていうのはねやっぱりどうしてもそうだから自分の家ぐらい自分の暮らしぐらいは家庭法でね「いやよくやったよ」って自分で自分をねぎらう場であるからこそせめてねそこの中ではいらなくなったものは捨て欲しいものは取り入れ心地よくね。 してあげてもいいよね。うんうん、だから、思いっきり、自分自身に素直になる時間と空間を、ねはい、持ってもいいですよね。うん、書籍家にいるのが好きになる。断捨離・スッキリ生活を本体無料、送料・手数料五百五十円でお送りさせていただきます。この本は、アマゾンや書店ではお買い求めいただけません。 スマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みくださいテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいねお待ちしています YouTube ををごご覧さりりあがととうざいいまますす高評価チャンネル登録お願しそしてさらなるお得な情報はこちらからゲットしてくださいね